始まりました。ここが我が家。お、ちょっとでかいですか？音量<ー>大丈夫ですか？<ー>ここが我が家第34回、えー。私は炎のギタリスト原大輔です。そしてそして炎の地球お掃除委員会代表のおっちゃんです。<laughs> はい、えー。あ、34回で合ってますね。はいはい。えっ、ー、と今日は観覧車がいますね。スタジオ観覧観覧者が。 回ってます嬉しいですはい何が嬉しいってはい何が嬉しいって分かんない <laughs> あの藤子さんが楽しそうにお話をされてるんですごく嬉しいねな何か放送聞いてるのか何なのかわからない感じですでは <laughs> <laughs> <っ>早速ですけど えー、今週のニュース言ってもいいですか何、はいはい、かありますか今週い<や><あ>何もないですね。何もないですかじゃあニュースいきましょう。これでいいんかな <laughs> まずじゃあそこからいきましょうか。さやかクリニックという、えー、ところからこう,こう伝って伝って思いやリンク地球村まで来たんですけども。ククリニック、えー、はい お医者さんなんですかねこの方は<ー>女性の方なんですけども僕のこのチョイスが非常に悪かったんですけども、うん、あの何が書いてあるかっていったら「今の時期にインフルエンザワクチンを打っもう打ったよ」とか、うん、そういう話題が出てますけど「えー、打たないでもう一回考えて」ってもう一つ のこっちの画像もそうなんですけど、ワクチンを打った人と打ってない人を比べたときに、うん、結局、感染率そんな変わらない、別に変わらないぐらいだったらいいんですけど、はいはい、さらに悪いっていうニュースなんですよね。うんうんあまあ、なんか副作用が出てるみたいな感じのね、はいはい、もう一つ続いてるんですかね、これね。これも ほとんど同じようなまた別の方の、はい、あ,あのあれなんですけどまあそれもじゃあ出してみましょうかはい、はいはい、それでも打ちますかインフルエンザワクチンっていう,うん、うん、でワクチンの中に入っているものリストっていうのがここに出てちょっとまあ,あ,<ー>あの読めないですけどもちっちゃい話なんではいはい、はい、これはいや、えー、インフルエンザワクチンの成分っていうことですか どっちのニュースもインフルエンザワクチンは打たない方がいいっていうかもう打っちゃいけないよっていう警告のニュースうん、うん、まあそうですね確かにね、えー、とにかく薬っていうのは確かにいい部分もあるかもしれないですけどもそれと同じぐらいの感じでやっぱりこの悪い面もねどうしてもあるのがこれが薬なんでね。 あのよくマッチポンプとか言われるじゃないですかあれって本当なんですかああマッチポンプはもう本当ですよねあねあっさりでしたね、うん、もうそれ <laughs> もうそういうしかないですけども、ね、でもあれですよ、うん、こうやってこういう記事が出るってことは、うん、ことはっていうことなんですけど、うん、まあ打ってる人がいっぱいいるから出るんですよだからここが我が家の地球大掃除委員会代表おっちゃんからちょっと、うん、その ちょっとだけワクチンについてちょっと教えて、うんれね、しい本当にこう,こういうネットとか通じて、えー、言うことって大切だと思うんだけれども、はい、実はまだまだ日本ではそのネット人口っていうのが少ないのが現実なので、ねはい、本当にむなしい思いもちょっと微妙にあったりもしますけども、まあ、いずれにせよとにかくあのインフルエンザワクチンねワクチンっていうのは1 0、まあ、百害あって一理なし。 っていうぐらいにも極端に言ってもいいんじゃないかなと思いますよね<ー>、うん、いやでもこれね本当にこのインフルエンザワクチンに限らず、はい、まあ他にもいろいろあるけれどもそのなんかこう世の中が本当に信じられないっていうような感じしますねお医者さんがまず信じられないまあお医者さんも当然信じられないですし、はい まあそれと同時に国自体のまあ今だいぶ変わっては来てるけれどもね。はい。え国自体のやっぱりその体制っていうんでしょうか。はい。まあそれ自体もこう本当にもう自分の耳を疑いたくなるようなあ<ー>まあそんな事実っていうのがたくさんありますよね。はいはいはい、う,ん,うん。あのもう一個前のやつもう一個あるんですか。もう一個だ。最初のやつね。はい。はい、あの実はこれ 僕が上げたニュースなんですよ、思いやりんく地球村っていうのが僕らがやってるフェイスブックのホームページ、うんうん、で、そこに、えー、と僕らの仲間がみんな記事をこう、うん、みんなに読ませたい記事をアップしていくんですけど、うんうん、これ、僕が見つけてアップしたんですけどね、うんうん、でこの方にちょっと、あのー、ちょっと調子乗ってメールしたんですよ、すごい,い,い記事でした、ラジオでも取り上げさせてもらってもいいですかって言ったら、あのー ぜひいいですよって言ってくれたんでなんでこうやって名前上げて爽やかクリニックさんからって言ったんですけどもなるほどねこういう方とこうあなんか間違っちゃった間違った違いますかちょっといらんことしちゃった B が出て B が出て B が出ちゃいましたけどこの方お医者さんだったらすごいこうそういうお医者さん素敵ですよねまあ確かにそうですねななかか普通ののお医者さんっていうは そういういい立場じゃないですからねうん、ええ、ですけどそお医者さんにもねあのなんていうんですかこうあれはあのグループ、えー、日本の,その学会、はい、そこにまあ入ってるか入ってないかっていうことと、はい、まあ最近は最近はっていうこともないけどもやっぱりまだまだ入ってない人もいますしね医師会日本医師会っていうグループにね。はい えー、そういうのに入ると、うん、もう終わりっていうか逆にねあの、はい、入らないとこうはみごにされてそのまあ医者としての活動ができないっていう人も場合によってあるんですよね。開業医であるとかね、はいまあ、そういった場合になると結構立場もなんか危うかったりとかっていうことも、まあ、あったりするみたいですけれどもね。そうなんですか 僕もちょっと音楽やっててそうだなと思っちゃいますけどあ音楽やっててはいジャスラックとかメジャーとかそういう問題ってうん確かにねどこもそうやって言うこと聞かそうとするんだなありますねはいはいまあ今回はそういったテーマもっていうかそういう話もちょっとこうチラッと入ってきそうな感じの あれですよね。はい、正しい脱却入門<お>ってことに言ってしまいましたね。えー、<laughs> なってしまいますけど、はい、あ、そうか今週のテーマ。はい、じゃあ、えっ、ー、と, <laughs> と今週のニュースはこの辺でを <laughs> 一回 CM 行きましょうか。はい一回 CM 行きますか。はいはい

やはり僕たちの国は <laughs> 2回行 <laughs> きましたよ。出てしまいましたね。<laughs> はい。先週に引き続き正しい脱却入門なんですけども、はいえー、どんな流れでしたっけ <laughs> なんかねまあこうちょっと最終的にはというか <laughs>、はい、あのまあ覚えてるのだけをちょっと言えば例えばその今住んでるとこを離れて。 どこか地方に行って自給自足して暮らすっていうことは本来の脱却にはなってないんだっていう話は覚えてますね。それから結構ねあれだったですよねお金から脱却したいみたいなどうなんだろうかっていう話のねもちろんそれはそうですけれどもね。 でまあでもやっぱりね、なんかねそこだけをね強調しちゃうとっていうかね、うん、あのじゃあ仮にっていう話をすれば、はい、そのお金がなくなった、ねあのあるいはそのベーシックインカムっていうものがあの導入されて、はい、ある程度、そんな今ほど働かなくても、えー、基本的な生活できるようになった。うん それで本当に人間が幸せになるかどうか、素晴らしい世の中ができるかどうか、これはちょっとやっぱりねえ考えてもらいたいなってところですね。それはできないですね。<うん S 2> だって今でもだってお金から脱却したいんじゃなくて、お金を使っていろいろ。 正しい使い方をしてなかったりとか、うん、自分だけのことを考えて使ったりするっていう人たちがいて、うん、そんな世の中から脱却したいってことですもんねまあ結局そうなんですよね、うん、はい。だからあながちそのお金から抜け出したいっていうえ言葉もちょっとこう表現気をつけないと、うんはい、まあ難しいとこだってことですよねそうですね正しい使い方をしたら、うん 結局あの、正しい使い方をすれば、はい、あのいいわけなんだけれども、はい、ただあの、使い方とい,いうのは、まあ、いろんな意味があるから、うん、あの例えばあの、賃金を払う側も使い方になってくるでしょうし銀行システムの中での,、はい、あの流れというのも使い方になるだろうから。はい そういう意味の使い方ですよね。<ー>うん、それをまあ,あのちゃんとやればっていうことですよね。はい、はい、ただ、消費者がこう何か買うという。そういう使い方っていうことだけじゃなくてなですね。はい、でも、その消費者として、その弱い立場だったら、もうそういうとこから変えていかなければいけないって言って小さなことをするのって無意味ですかね、うん。いや、それは絶対あの無意味っていうことじゃないですね。 それはまああの最終的に変えていかないといけないところだけれどもこれだけやったら世の中変わるっていうえことじゃないのでねあ<ー>そういったこういろんなところで小さいこともやりつつの、はい、そして、さらにその政治とか経済とか、はい、そういうところにも当然あのメスを入れていかないといけないというかまあ改革していかないといけないわけですしね。ど,どっから話を あ今日はね、えー、そういう中でねまずそのね正しい脱却入門っていう、まあ、その大筋からちょっといきたいのでね、はいえー、そしてそのこれを今後説明していくにおいてねまずその何から脱却していくのかっていう観点を、はいはい、まず最初にちょっとやっぱり持っていくべきだなと思うんですね。はい、でこの間前回、あのー、地方にいて 自給自足してやったとしてもそれはあの正しい脱却じゃないんだよってことはお話ししてきたんですよねはい、えー、その理由まで言いましたっけ、はい、えー、っとねーあんまり詳しい理由言ってないですあまり詳しい理由、はい、なので、はい、あの結局そこに関係する話にもなってくるんですが、はい、なんでじゃあ地方に行って自給自足したら、うん 正しい脱却でないのか、まあ。しても、まあ、正しい脱却じゃないのかと、はい、いうことですね。はい、結局あの抜けてないからっていう。結局抜けてないはい抜け出していない。はい、何からか。<う>まあここですよね。うん、もうあの悟りのいい方はもうすでにここで、はい、もうっていう感じで目をギラつかせている様子がこう伺えますけども。 もうちょっとまあ本筋いまましょうか、はいいうお願いしますまあいわゆるねあの我々のこの地球住んでる地球っていうものの,あの構造構図まあもう少しこのちょっとこの厳しい言葉で言ったら支配体制の,その、まあ、構図ですね、はい、これをまず知らない限り抜け出すことはできないっていうことですね。お ってことは逆に言ったら知ったら抜け出せるってことですかまず知らないよりは知ること、はい、気づくこと、はい、そうすることによってあの抜け出すす糸口っててのが見えてきますねああそれは、うん、もうぜひぜひそこから行きましょう、ねはい、まず支配体制で我々がさっきお金からの脱却、はい、っていうまあ話してたんですけども、はい、そしてもう一つちょっとこうもう一つと言いますか 実は我々はその気づかない中で、えー、支配されてるんだ、うん、っていうこと気づかないで支配されてるんですか知らないうちに実は支配されている、はい、あちょっとちょっとオーディエンスに聞いてみましょうかはいオーディエンスあの生活しててあの生活しててああ私支配されてるなーって思います思っ

はい、いうような話ね。はい,はいはい。まあ、その自分の固定概念というものが。まあ、それいろいろこうあるので。うん、もっと細かなこと言ったら、何だろうっていう質問しないといけないかもわかりませんけども。あ、でも、それも一つですよね。そういう常識をつく。まあ、そうですね。されてるというか。うん。まあ、俗に言う、あの、洗脳っていうやつですね。はい。はい。 まあそこからももちろんあの抜け出していかないといけないんですけども、はい、まあ大元っていうことは結局え支配されていいるととうことですね、はいでえー、みんなこの自由気ままに生きていると思っている、はいねえー、そして自由気ままに生きている自分がえさらに今のこんな世の中嫌だって言って地方に行ったりとかして自給自足をする、うん。はい っていう,ふうにやってるんだけれども、えー、実際にはそれでも支配されているっていうことには変わ,ら変わりがない、えー。どこら辺がで,で結局はあのー、何かって言ったら世の中この世の中っていうのはある一部の、えーまああのー、本筋の本筋はちょっと置いといて、はいまあ、この世の中っていうのはある一部の、まあ、いわゆる簡単に言ったらお金持ちの。 人間うん、まあもともとお金持ちっていうわけじゃないけど、まあ、一部の権力者によっていろんなものが操られてそしてその中で雨と鞭を使い分けられながら、えー、限られた自由の中で生きているのが一般市民。うん よくこれをあの99%の人間って言ったりとかするのも最近ちょっとネットとかで出てきたりしてますけどね、はい、まあいわゆる1%の人間だけがある意味で言ったらまあ本当のこう支配者、うん、そして我々人間っていうのはそういう中で彼らのまあなんだろう操り人形っていうのかまあ操られてない えー、場合もあるけれども、うんうん、ただ檻の中に完全に入れられて、えー、飼育されてる存在なんだということですね。あそしたら田舎地方行って自給自足してもそれは手が及んでるってことですか結局あの檻の中で動いてるだけの話でね、うん、最終的にはその檻っていうものからあの飛び越えるというかね、うん 檻の中から抜け出すことが正しい脱却ということになるんですけれども、はい、ただ、えー、僕たちがこう考えている本当の脱却っていうのはもうその檻を飛び越えるんじゃなくて今いるここの環境を完全に変えていこう、うん、そして、うんえー、支配されているのではなくてで誰も支配しているのではなくて というところにまで行こうっていうのがあのー、まあおっちゃんもちょっと関係している地球大掃除委員会の目的でもまああるんですね。はい、え具体的に言ったらどの辺が支配されてるんですか？我々はね。はいはい。はい、まああのまず支配されてることの中に、はい、まあさっきあの規制概念っていうのもありましたけどもね。はい、その我々が普段こうまあもう僕たちは関係ないけども学校教育においてもね。はい。 その教育理念とか、まあ、いろんなところで実はあのー、彼らの都合のいいように、えー、教育されてきてるおど,どこがですか自由に育ってきたまあ僕も半分ちょっと笑い言ってますけど <laughs> 自由に育ってきたように思いますけどはい、はい <laughs> うん、まあ自由に育ってきてるようにみんな思いますよね、はいはい、ですけれどもあの教えられてることっていうものは、はい、もう、あのー、明らかに偏見 そしてまあ間違った教育理念っていう中で全部がですかほとんど全部っていう風に言ってもいいですねただあの1たす1は2だとかねえその辺のところはこのなんかそういう風には言いませんけれどもただやはりいろんな価値観学校の中で教わる価値観っていうものね例えば道徳の時間がなくなったりとかっていうのもあればその学校の先生自体もその昔だったら特に日教僧っていう。 その力が強い中で、はい、日教僧がこう持ってる思想っていうのがあるんですね思想ど,どういう思想なんですかまあ簡単に言ったら共産主義思想っていうふうに言ってもいいと思うんですけどね<ー>はい、その思想を基本にして、えー、人間教育あ、まあ、教師として生徒に接してるっていうことですねもうはあことは例えば 国語って言ったら、うん、国語で挙げられている教材っていうのがもうすでにまあそうですね教科書の中身っていうのも確かに、えー、そうですよね検定委員会っていうのがあるけれども、はい、やっぱりそこも歪められてきたからね今日までねそ,その歪めてる人とその目的っていうのが支配そうですねはいでそれはもう我々に近い身近な支配っていう、まあ、支配者 の,まああの末端組織っていうことになるわけですけどねあじゃあ、うん、やっぱりその学校で教わったことだけで大人になった人っていうのはもう非常にこう危険だぞもっと知って、うん、いろんなこと知らなきゃいけないぞって言わなきゃいけない、ねまあ、いろんなことを知る前に、うん、そのやっぱりね学校教育っていうのはその小中っていうね、うん その大きくなっていろんなことを勉強するっていうのもいいですけれども、はい、まあよくあの「三つ子の魂100まで」って言われるぐらいに、ねはい、そういうこの別に小学校に限らず幼稚園、うん、そういったところからも教師っていう人間像っていうのがねそういうこのもう操られた末端組織からの教育なのでねもうあのー、まあさっきの話にちらっとあった規制概念。はい もう植えつけられてるのでもうそれだけで育ったというよりもうそのレールに乗って教わってきたこと自体が、うん、もうちょっとこうかなりもうそうしたら例えばあの今日オーディエンスの方が見えてるんですけどおっちゃんが何かこう質問するじゃないですか、はい、でこう返ってきた答えで。うん それはだこれはまさに規制がね植え付けられてるみたいなのを実証するようなことってできますか今、うん、あればね <laughs> いやまああるはずなんだろうけれどもね <laughs> ちょっと CM 中に考えたりしまちょとそうですねちょっとじゃあ CM を入れてはい、はい、じゃあ行きます <music> なかなか質問考えましたけどもね、はい、あの質問っていう形で考えるってなかなか難しいですねああああ,、うん、えあれじゃダメなんですか,あ<れ>か風邪ひいたらどうしますか風邪ひいたらどうしますかっていうことでいけるのかな一応聞いてみますかまあ一応聞いてみますか、はい まあそうかな。まあ軽い、それは <laughs>、洗脳教育の結果かもしれないけど、はい、じゃオーディエンスの方の。風邪ひいたらどうしますか風邪ひいたらどうするかお一人の方はあのー、寝る,寝ると。とにかく寝ると。<laughs> はい。お薬は飲まない。極力飲みません。お医者さん。

症状はありがとうございましたいううね。まああのこれはねあんまりその支配、まあ、でも多少それはあるかもしれないですけどもね、うん、あのちょっと苦しく紛れの質問でしたねまあそうですね、はい、苦しく紛れの質問でね <laughs> まああの薬の話も出てきましたけどもまあその中で一つ挙げたらまあ例えば38度熱が超えたらね、えー、まあお医者さんに行くっていうことなんですけどもね逆にあのー まあ行くこと自体があんまり意味ないんですけどもまあ,あのその中ではその熱が何で出てるかっていうせっかくあの病気を治すために熱が出てくれてるのにえその熱をまあ和らげるためにまあそれは熱は苦しいからねうんですけどもまあ本当の意味での,あの今え大体こうなんていうんですかねえ明らかになってきてることっていうことから言えばえその熱っていうものはやっぱりこう治すために。 出てるものであって人間のその自然治癒力の一つであるっていうことから言ったらあの熱よ 来たりませっていう,<ー>う感じでね。下痢とかもそうですよね。そうですね。下痢もそうですね。下痢,下痢止めとかめちゃまずいですもん、ねはい。だからあの止めちゃったらいけない <laughs> みたいな感じですよね。<ー>下痢止めで、ね、せっかくあのいいことを体がしてくれてるのに <laughs>、はい、それをやめろって言ってね。あはい、ああまあそういうとにかく今出たあの自然治癒力とか免疫力、はいはい、まあこういったものが今までこの、はい、無視されてきてる部分が多い。 ね、それははなぜかとというとお医者さん、はい、次のあのあ今さっき教育って話でしたけどもね、はいえー、医療医療の世界、はい、まあお医者さんの世界、はい、日本だったら日本医師会とか、えー、あるいはそれと同時にですねあの製薬会社まあ、こういうふうなところがですね実はその日本の厚生省とかも一緒にグルになってね これは別にあの日本一国だけの話じゃなくて、まあ、これは地球規模でそれがあのそれがっていうのはグルになって、えー、まあいわゆる病気を作りそしてその病気を治すための薬も作っているっていう中で収益を利益を上げている病病気を作り病気をを作作り治すすための薬も作ってるそうですねだからまず最初に、えー、薬を作る前に はいまあ、あるいはその、まあ、同時進行の時もあるでしょうけれども、はい、まずその病気っていうものは実は作られてるんだということなんですよねあ<ー>まあ100%とはもちろん言わないですけれども、はい、ですけれどもやっぱり大きな意味で言ったら100%ですね病気っていうのは作られて、はい、そしてそれをこう治すための薬っていうのはそしてその, <laughs> のその病気を作った側の人間が また別な組織の中で薬を作ってる、はい、っていうような感じでねああもう本当にあのそ,のそ,その枠から逃げ出すためにそれをまず知ってで自給自足に行きましたっつったら逃げ,る逃げれてますかまだ逃げれてないんだけれども、はい、あの知った中で。 えやってる行為っていうのとね、はい、あの知らない中でやってる行為っていうのにはちょっと質的なやっぱり違いはありますよねあ<ー>。ね分かってるっていうのと、はい、あの分かってないっていうのとそのやっぱ哀れさ、はい、っていう意味で言ってもそうですけれどもねただねあの分かってて分かってそういうことにするそういうことをするっていうのもあ,のある意味哀れだなと思いますね。 あそれはきっとしょ、うん、あの仕方ない的な精神ですよね。うん、そうですね、まあ、仕方ないっていう中で選んだ行動っていうことでしょうけれどもね、はい、ですけれどもあのやっぱりちょっと情けないかなってどうしても思っちゃいますけど、うん、ただうんいやーでも最近その仕方ないって言って、うん、従ってるような人は多いな嫌、うん、だなって思って。 まますけど、うんまあやっぱりねあの普通一般に思うのはねやっぱり仕方ないって思っちゃう方がやっぱり多くて、うん、しそれこそ本当に仕方ないと思うんですよねは<ー>、うん、よっぽどでないとやっぱりねそういうとこからは本当の意味で抜け出そうと思ったらね、はい、これは何だろうねあの昔あのー、なんか、えー、競技で「サスケとかってのあったじゃないですか。あれでなんなんかこう 走り高跳びじゃなくてあの飛び箱びび箱はい、はい、飛び箱でなんか二十何段とかあったじゃないですか、はい、あれのもうなんか50段クラスを飛び越えろっていうふうに突きつけられたような状態でこれはもう飛び越えれないや俺にはかなわないやってやっぱ思わされてるような状況があるんじゃないかと思うんですよそうやって本当は飛べるんですかおっちゃんの 飛べるという言い方というよりもあの何、ー、だろうなそれを崩せるというのかねあのぱ、ー、っと見たら飛べ,飛べそうにないけども飛べるように低くするっていうそしてあのは、ー、はい、はいで最後はもう、あのー、飛ばなくていいよっていうふうに、あのー、していくと、うん、いうことですね。 でまあ、ちょっともうちょっとやっぱりせっかくそこまでね、あのーえー、薬を作る側と病気を作る側の、まあ、マッチポンこれマッチポンプっていうねこれこそそういうことの話まで行ったのでねさらにはその日本の厚生省とかっていう部分もあったりとかあるいはその WHO っていうものまでもねこの実際の部分ではこうつるんでたりとか、えー、結局するわけですよ。 まあ今このね組織の名前を挙げてますけれどもね結局あの組織っていうよりもそこに従事してるこの一部の人間なんですよね組織の一部の人間はいまあその組織において影響力を持っている人間であるとかねあとは結局組織の理念がそうってことですよね理念っていうかいやあのねまあ理念もそうなんだけれどもねだけどその理念も作ってるのもやっぱりこう一部の人間なんですよね。 いえいえあのー、あ末端の人は逆にだから知らないんですよね基本的に、えー、だからお医者さんって言ってもねあのそれは全員が悪いわけじゃないですよこの先ほど日本医師会っていうのに話出ましたけどもやっぱりこう末端の大体お医者さんっていうのはね、まあ,あの上から教えられたことをそのままあの忠実に守ってるだけだしその 本当ののの意味で大枠ってていいうのを教えられてないかられなかね例えばその中でがんがんの治療についてもねあの実際にこのあまりその日本医師会とかそういった枠外の研究ってできてないからねさ、まあ、してもらえない部分もあったりとかするので、えー、日本なんかまだまだねがんの治療っていうのはこの,、えー、このなんか放射線だとかこうあるじゃないですかあれをいまだにこの信じてるお医者さんもいたりするわけですよね。 でもこれはそのお医者さんが悪いわけじゃないんですよ、ある意味。そういう命令が上から降りてきてて、その中でそれが正しいと教えられて、そして、えー、自分はその医者としてのこの何ですか、えー、目的っていうんですか、その使命に燃えて頑張ってろっていう、えー、そういうお医者さんもたくさんいるわけですよね。悪いと言わなかったら どうやって変えていくんですか、そこって。はい、まあ、あの、そこでね、今、そういう組織じゃなくって、その一部の人間って。いうことをあえて言った、はい、あの、理由っていうのはね。結局、あの、あんまり組織って考えると、でっかく感じちゃう、感じちゃうっていうかね。規模的にね。はい、この、例えば、WHO なんつったらね。もう、大きいわけですけれども。ところがね、実は、あの、人間。相手は人間なんだっていう発想ですね。あ どんなあの、はい、人であったとしてもどんな支配者権力者であったとしても、はい、人間なんだということですよはいだからそいつらもって言ったら言葉が悪いですけど、うん、飯食わなきゃ生きていけないし、うん、ねこの太陽の光を浴びなければとかね、はいえー、やっぱ我々と一緒なわけですよはい言ったら一緒の人間です、ね、一緒の人間なわけですよ、はい、だからあの崩していけれる道が当然こうあるっていうことですねそして、まあ、言ったらね 彼らもあの死んでしまうっていうそういう寿命っていうものを持ってるはい、はいね、人間としてね、はい、これはもう100年、万年生きることはできないそういうふうにしたら考えて本当に我々と一緒なんですよねそうしたら、ね、どうしましょうか今<に> WHO という話とか出てきましたけどもねさら、はい、に、まあ、そのもっと上の方に行ったらですね、はい 結局あの金融によってっていうかねお金によってえそういったものをねお金からの客っていうかなんていうのかえ今日はチャットが入っているのか入ってないのかえ分かりませんけれどもしょうはチャットを入れてるようなあの余裕がないぐらいにばばばばトークがいっぱい続いていますからマシンガーのような。 もうちょっと休憩入れますか。ちょっとじゃもうちょっとしたら,したらええー、今せっかくですね。はい。ええー、あとじゃあ二三分ちょっと話した後に、はい。はい、ええー、それをこの象徴するかのような、<お> <laughs> ね来ま、えー、進撃の巨人じゃないですけどもあの一発を<お>この快進のってか激震の。はい 名曲っていうか、はい、いいきたいとなく分かっちゃいましたけど。<laughs> なんとなく分かっちゃいましたということでですね、はい、あの今どこまでいったかなあそのお金によって支配してるってね、はい、でそれをまあ世の中の人は、ね、国際金融マフィアとか言ったりとか、はい、あるいはその、まあ、個人名的な内容を挙げてロス・チャイルドっていう名前を挙げたりねロックフェラーっていう名前を挙げたりとか <laughs> まあしてますけれどもね。はい でもそれでもまだまだこのねあの上の存在じゃないっていうことなんですよね。はい、あまあでもそこまでまあ一旦い,いけばあのちょっとこの外枠が見えてきたかなっていうことなのでね、うんでまあ、イルミナティであるとかフリーメイソンであるとかってまあ言われている中でねそういうところからの、うんえー、その大きな力っていう支配力っていうものがね この世の世中の今エネルギーであるとか医療であるとか、はい、まあもちろん保険のまあそういうこの福祉の部分もそうですねで学校教育っていう意味においてもそうですしあるいはそのさらに今200カ国ぐらいあの200カ国超えるかなある国のトップの人間たちにまでもそういう意味でいろんなこの息が吹きかかってるっていうことなんですよねもうそれこそそのすごい人脈があるわけですよ。 だけどさっき言ったようにその組織を支配してるんじゃない人間ですかその,あのトップであるとかそこにおいて、はい、あの力を持ってる人間を支配してるあ<ー>これ組織支配されてたらね、はい、もう我々こんな楽な生活楽なっていうんですかね自由にはあの生きていけないですよ<ー>それこそは日本の政治が完全に牛耳られてるとかになったらもう彼らの思うつぼですからねだけども彼らも完全制約はしてないんでね なので本当にそのその完全にやったらおかしいって思われちゃうからまやってるいやあのそれは間違いなくないですね間違いなくないですねそれに対してあの抵抗しようとしてるあの人間も、えー、実際にいて、えー、対抗している人間っていうんですかねその中であの潰されつつの、えー、こう回避しつつの なととかか崩そううっていうような感じのだからまあ政治の世界なんかでも突然なんか変死したりとかえっっていう突然死したりとかやめさせられたりとか左遷させられたりとかねえするような怪異事件がいっぱい今日まで起こってきたっていうのもそれも邪魔者は消されていったっていうあの一つの結果なんですよね。はいということでねまあ一旦ここまで来たところぐらいでえちょっとこの会心の一発をちょっと。 炎のギタリスト。えっ、ちゃうんすかえおっちゃん歌うんじゃないですか僕は歌ったら大変なことになっだ僕は、てっきりあれだと思って、生まれたところは俺の中あいやいやいや、全然違うんですか違いますよ。いや、もう本当にてっきりですよ。あ、そうですか。まさにその、そうか、一番ぐらい歌ってもいい一番ぐらい歌ってくれますかそしたら。ええ じゃあ本当に全然思ってなかったんですけどねじゃあそれやりましょう生音でいきましょうか生,生音ですかゆっくりしましたね <いや S 1> これだいちゃんが歌うはずのことなんですけどねえっとじゃあちょっとこう声ギターがあギターそっちから入るからねはい。あでもあれですねチューニング違いますね432です432、はい、じゃあダイちゃんの音に合わせて それで合わせていいですはいあの432ヘルツが A の音になってますあほとんどでもなんか近くなってるあのー、これもまた一つの洗脳ですね440が A じゃなければいけない432っていうのはヒーリング効果があると言われていますただ僕はこの前のライブで426ヘルツを A にしたんです<ー>なんでかっていうと このギターのギターのこのコンコンっていう音が 426Hz でぴったしあったんですよこの音ですねなんでギターが一番鳴るのはひょっとしたら426なんじゃないかって考えて<ー>弦と共鳴させようと思ってそうしたんですね,なるほどねそういうライブをしてみましたまそういう考え方もあるわけだね、はいはい なんでそのそれも常識からちょっと脱却という話をしてる間におっちゃんのチューニングが終わったのでどうしたら G で言ったらいいですかはい大したことはできないですけど僕もはいじゃああのこれこそ本当にちょっと突然でしたねこれってるんすかえっとねあちょっと弱い、ね なんかね本当にね訳が分からない中で、えー、とちょっと僕の声の方が大きくなっちゃいそう、ね、なんか歌う羽目になってしまいました今日は本当にあのちょっとこれで「あの進撃の一発大ちゃんに」と思ってたんですけど、はい、なんかあのリクエストがありましたので「はい、あの生まれたところは俺の中」っていう曲があるのでね、はい、その1番だけちょっと行きたいと1番だけですか。か番とサビだけ、はい えーとこれは G でいいですか 生まれたところは檻の中気づいた時には檻の中だけど心が泣いている」 だけど魂が叫んでる」「いつかこんなところから」「抜け出すんだと」「とととととと」 気づいた時には檻の中どこまで行っても檻の中まままま」はいということでコマーシャルでしょうか。はい <laughs> チャットがシーンとしてこれ、時々チャット入らないときあるんですよ。入らない、分あのあれしたら、何ですかね、再読み込みしたら、入るときあると、それか、本当にシーンとしてるか、どっちかですね、今のは本当にそれこそね、サプライズでございましたけど、いやー、びっくりしたな、は本当にてっきりですよ、はめようと思ったわけじゃなくて、てっきり。 だそうういいい話したじゃなですかや俺の中の話はしてたけどもね歌うんだったらさだまさしの歌がいいかなとは思ってたけどさだまさしの歌もあるんですかいやいや別にないですけどちょっとうるさいちょっとうるさいかなちょっとうるさいねっていう感じでしたけどもねはいで何の話でしたっけあのほらなんか えーとまあ今イルミナティとかね、はいはい、あのー、なんだっけロシシャイルドっていうよりもイルミナティフリーメイソンっていうまあ話までいったんですけどもね、はい、で結局あのー、そこのね今のこの世の中のその体制システムっていうのがちょっと待ってくださいイルミナティフリーメイソンさらっといきましたけどはいはいちょっとしし,しあのあーオーディエンスオディエンスにイルミナティフリーメイソンとかって知ってますかね知ってるよね。 わからない。嘘。ほら。嘘。ほら。<laughs> ほら。<laughs> 嘘でしょ。嘘でしょって言ったらダメですよ。その <laughs> あの我々が例えば日々あのスーパーとか行ったらあの売ってるそのなんかネスカフェのコーヒーとかイルミネーションはいあのこの綺麗なねあのそれとかまあ <laughs> まあいろんなあの食品とかもまあ一応いろいろあるんですけどもねそれらも本当は大本はもう一つのあの 金融マフィアみたいなところがもう親会社で全部こうつながっててそしてえもうあのその手のひらじゃなくて手のひら、うん、まあそこの上であの遊ばれてるっていうなのが本当の我々のえ生活なんだっていう話につながっていくことなんですけどね。 の方が今失礼ですよね知ってるんですか知らないんですかでもそうやってこうやうか対面しながら話したら多分分かりやすいですよね聞いてる人にそうかそうかそれがよくテレビとかでも都市伝説とかでやったりするじゃないですか。あれも ちょっと微妙ですよね。都市伝説で終わらせようとしてる感が。ああ伝説じゃなくて、はい、あの年事実ですからね。事実。<laughs> はいはい。でまあ実際にあのやっぱり今言われてるのはその銀行システムっていうことに対しては、はい、かなりあのー、叫ぶ人がたくさん増えてきましたよね。銀行システムですか。はいはい。要するにあのー、えっ、ー、とその金融っていうかまあ会銀行のね。 最初のあのあなんか比率っていうのがあるじゃないですかあのビ,ズビズじゃなくてビザじゃなくて <laughs> あのビズが決めるやつっていうかねあれであの準備預金制度っていう風な中で例えばあの100万円そのなんかこう貸し付けを1000万円しようとしたら、えー、銀行には実際にあの現玉が100万円ないとダメだとかね、えー、だけどもその逆を見たら100万円あったら1000万円の貸し付けをあのできるというような、まあ、そういうこの。 これだけだとちょっと分かりづらいかもしれないんですけれどもね、100万円持ってて、1000万円貸せるっていう銀行の制度、まあ簡単にね、原銀行っていうのができましたと、はい、原銀行、はい、でそこにはその資本金っていうのが、現生があるわけですよね、はい、で昔だったらここにあの金っていうものが、えー、基本になってたので、はい、え金がなければ、その銀行っていうのは当然、 あの始めることできないんですけれども、はい、今は金本位制じゃないから、はい、えとにかくあの銀行に資本金が1000万ありました、はい、そうしたらですねあの今1対9っていうふうなのがこう言われてたりとかね、うん、えしてる中で1000万あったら銀行はその残りのえ1000万の中9000万、うん、9000万分のお金をあの発行することができるあるいは使うことができるっていう。 だから、えー、1000万銀行にありました、はい、銀行には実際現物ってのは1000万しかないんだけれども、はい、銀行にお金を人が借りに来ました「うん、すいません、はい、2000万貸してください」っ、うん、実際には1000万しかないはずなんだけど、はい、銀行は2000万借りに来た人に対して、えー、2000万貸せれるんですよ。は これだけでもまだちょっとピンとこないしてる、はい、かもわかんなすそれで何が問題なんですかってまだ多分あると思います普通考えてみてもそうじゃないですか、はい、あの自分の財布の中にね1000万という額じゃなくても財布の中だから、まあ、あの10万円あると、はいねえー、そして買い物に行ったら10万円の買い物しかできないでしょ、うん、できないですところが銀行っていうのはそのお金を貸すっていうのは これはあのー、銀行の,の中にあるお金を、ね、これ回して運用してるっていうことになってそこから利息取るわけですけども、ねはい、結局、僕らだったら10万しかないのにその残りプラス90万の買い物を銀行はできるっていうシステムがあるっていうことなんですよ。はい、ちょっとまだかかりにくいですかねあそれで何が、えっと、支配につながってるのかなっていう。 あな,るなるほど、なるほど、それでなぜ支配につながっているのかっていうふうな、はいあのー、ところっていうことですかね。はい、で、まあ、言ったら、その今ね、えーまあ、地球的な規模で言ったらね、まあ、いわゆる FRB っていうのが、このアメリカにあるわけですね、はい、アメリカに。で、それをまあ牛耳ってるのは別に FRB じゃないんだけど、そこも人間なわけですけどね。はい でさっき言った金融マフィアにつながっていくんだけれども、はい、そこが世界のその中央銀行っていうものに対しての支配力っていうものをこの持ってるわけですね、はい、でそこからさらに作られていったいろんなあの IMF とかっていうのを IMF だったかなあの聞いたことありますよね、はいはい、そういったそのいろんな金融システムっていうのをこう国際的なね、うん、作っていってそれを自分たちのいいシステムのようにしながら まあもっと簡単に言ったらね自分たちで自由にお金を吸っっててるるんですよね吸ってる操ってる、はいうん、でそしてそのお金っていうものが、えー、なければ生きていけないこの資本主義っていう今システムがさらに作られてるわけですね、はい、でその中でまあ株であるとかいろいろあるじゃないですか、はい、FX であるとかいろいろある中でね結局そこもある意味マッチポンプみたいなものなんですね あるいはその為替レートとかっていうものもそれはわかりますねだって簡単ですもんそんなああ<ー>あの何でも自由になるんだったらげちょっと損したらちょっと上げとくかとか下げとくかとかはい、はい、もうできるってことですねできるっていうことですねだからそれはねあのそれだけの大きな 巨額の金額っていうものを支配していないとそれは簡単にはできないんですけどね、はい、小さな人間がやろうと思ってもできないんだけれども、はい、その株価っていうものを上げたり下げたりっていうのも、はい、う自由にできるわけですよね、はい、自分たちで,、はい、でそれをただそういったことが実際にはまあ言った詐欺ですよ、うん、なされてるっていうことを知らない人たちがあまりにもあの多すぎるっていうことなんですね。うんあ で真面目にね一生懸命本当にあの人生苦労して汗水流して、はい、え生きて、うん、そして本当にわずかな幸せっていうんでしょうかわずかなものしかこう手に入れられないっていうそういう人たちがもうほとんどなんですよね。そうですねで結局その人たちのその努力とかその汗とか涙とかっていうのはどこに吸い上げられているのかって言ったらそういうその一部の人間たちの えー、ところに全部吸い上げられていってるんですね。ああ<ー>。そっから脱却。うん。これはなかなか。銀行にお金を預けない。はい、まあ、本当はね。はい。それが一番いいんですよ。あ、そうなんですか。うん。あのー、以前ね、何だったかな、あのー。スライブ。スライ,ブスライブっていう映画でしたか。あれは、あの、えー。地方の都市銀行じゃなくて、あの、町銀行に預けるとかね。いろいろ言ってましたけどね。 それもダメなんですよ結局結局それもその下によって影響を受けてるのでね下っていうのは上のね中央銀行のおかのだからもうそれこそ預けない預けないっていうよりもちょっとあれですね、うん、借りないあもちろんあの「借りない」っていうのもあるけれども、はい、借りないっていうのはあるけどもそこに誰かあの預けてる人がいたらね、はい、それを基本にしてまたこの まあ、さっきの1対9の比率とかそういったね、うんえー、ものによって運用したりとかできるわけですよね。ああじゃあやっぱり預けない預けないだから、えー、銀行にあるお金を全部だっと引き出してくるはい、はいはい、まあただね、はい、あのそれは極端な話っていうかね、はい、それだけやってもあのあの何も世の中変わらないんですよまあそうですねだけども、まあ、あの、うん だからといって、はい、おっちゃんはそんなバカみたいなことをあのみんなでやろうとはうん全然思わないです。あ<ー>うん、まあでもあのやっても別に悪くはないかなっていううちの一つですけどもね、はい、でもそんなことをやったとしてもまあ意味がないんですようんそれは。そんなことにももっとやっぱりやっていかないといけないことっていうのがあるんです、ねはい、でその中のやっぱ本当っのね。 国民っていうよりも人類がですね、はい、人類がいかにこの世の真実を知るかっていうことなんですようん、うん、事実を知るか、はい、事実を知ったらだってこう、うん、衝動で動く動機になりますからねでもあるしえー、まあ言ったらその悪いことをしてる人間がね、うん、もうあの大手を振って悪いことできなく、まあ大手は振ってないですけどね影に隠れながらやってますけども、うん、あの悪いことできなくなるってくるんですよね、はい、だってあの 医療の世界についてもね、そうですよ、ワクチン、ねみんなが事実を知ったらね、あの先生、看護,さんが、ね、看護,看護師さんが、先生、ワクチン打つんですかあんだけ言われてる事実が分かってるのに打つんですかな、うんて、先生も打てなくなってくるしね、がん,うん、うん、での治療にしてもね、うんうん、え生先生、その抗がん剤え、投与するんですか、うんうん、あんだけ体に悪いっていうの、もうみんな知ってるのに。 なんでですか？って言ってもう至る所にこのあの真実を知ってる。目がね。もうあの監視してるみたいなもんなんですよね。ああ、本当ですね。悪いことできないですで、そこら政治の世界でも同じですよね。どういう風に政治が行かない？政治の方向行かないといけないか。っていうのは分かって、えー、たとしたらね。これね。それに対して反対のことをしようとしたら、うん、おい。何してんの？お前ねっていう感じになるわけですよね。はいはいはい まあ、それ、もう、全然、もう、売国道どころか、この。売地球道のやることじゃないかみたいな感じにうん、うん、この、もう、なって、とにかく、もう、悪いことできなくなっちゃう。そうですね。今だってね。はい、まあ、そういう意味で、だから、全人類が、もう、一番ね。手っ取り早いという、手っ取り早いというよりも。とにかく、すべての基本は、うん、あの、人類が。その、真実を知るっていうことですね。はい。はい。だから、もう、あの、なんていうか。 小手先ののななとかみたいなの必要ああそうなんですねただあのそれだけやるためにあの時間を費や、えー、してても、はい、あの結構時間かかるので確かに不敗運動とか、うん、運動とかをやることを広めるっていうのはなかなかそれも難しいですよねそれとまあ,あの、はい、その真実をねあの知らせるっていうことも、はい、あのそれだけやってたらいいかって言ったら あのそれだけじゃやっぱりあの時間が足らないというわけですよねここ正しい楽曲入門でまあちょっとずつどん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 具体例を挙げてってもいいですか調、ね、子、うん、ですね、はい、はいはいもうなんか終わりの時間になり早いね、うんはい、来週また来週ですけどねあらららららら,ら,らでも今日は結構なんか一曲しか歌えなかったのでじゃあ最後にいただきましょうかはい何 もうお任せしますけどねはいじゃあ,あのそ,のその途中からじゃなくて途中からあこれも着せずして、えー、お医者さんのお話ですねあの先週やったやつこれはいえー、じゃあですねもう、うん、最後はまともな、えー、音楽の時間で。 いや僕もまともじゃないです僕はギタリストなんだけど <laughs>、はい、歌っちゃうっていうあー歌っちゃうまともじゃないパターンですこれいいねこのね改革精神いいですじゃああの言っていいですかどうどうじゃあお願いします,いします、ね、はい、えー、先週はどこまでいったかなこの脱却入門のテーマまで言いましたねえー、この偉大な自然の中で病と向かい合えば 神様について人について考えるものですねやはり僕たちの国は残念だけれど何か 来て良かったと思っています。辛くないといえば嘘になるけど。幸せです。あなたや日本を捨てた。今を生きることに思い上がりたくないのです。 I. いい感じでね、えー、ちゃんと終わりよければすべてよしというような感じでしたけど、<laughs> はいえー、ちょっとね、あのヘッドホンの調子が悪くてね、あのギターと声のバランスが分からなかったけど、あそうですどういうふうに、まあ、ちゃんといけてたと思うんです,けど本当ですか。楽しみですね。じゃあ、そんな感じで <laughs> 楽しみ、変な楽しみですけどね。<laughs> はい、じゃあ、今週はこの辺でお別れしましょうか。はい、また来週は続きで、マイク入ってないですよって。やっぱり私の 私の声全然聞こえなかったんかないやだからねやっぱりそうでしょうんかねいやでもこれはオンですようんだけど時々出たり入ったりしてたんですねもう一回いきましょうかいやいいんじゃないですかもうもうちょっと早く言ってくれたかったけどもう一回いきましょうかいや何か聞いてて聞いててあの怒っちゃいますよそんなもうちょっと早く言ってたギターが入ったりあれと思って声が入らないなと思ってでここ 確認してて、あオンになってるしなとか思って時々入ってたんですよ。お、な、何が、あ、あ、あ、接触ですか。接触悪いほらね、やっぱ今もね。は、は、本番中は大丈夫だったのかな。聞こえましたかね。じゃああのリクエストにお答えして。いやいや、もう一回やっていい。聞こえたらあれですよ。だって二回目になっちゃいますもんだって。いやでもマイク入ってないですよってなってるから。え、どっちかな曲は聞けたかどうかちょっとちょっと。 途切れてますブチブチ言ってますって今もブチブチいってあこれのパフォーマンスの問題ですか,ですかいやそうじゃないですここでもだからモニターがちゃんとできてなかったんですよじゃあもう一回やってもパチパチ言うかもしれないですねまあ可能性はありますねじゃあ来週にしましょうじゃああのーはい、気を取り直して、はい、来週はいじゃあ来週同じ曲やりますはい、はい、じゃあはい。はあまた出てないで今あまた出てないで わかんないじゃあじゃあですねということで来週はあの今日の続きということでいきたいと思いますしそれから来週もじゃあ,あのちょっと2曲ぐらいねなんかあの音楽番組としてそういった楽曲もお届けしていきたいというふうに思います。はいということで、えー、本日の放送は「炎の地球大掃除委員会」代表のおっちゃんと「入らない」。 入ってない今のは炎のギタリスト、えー、原大輔でした。はい、来週。